ズルズル、どうも、ツスルです。はい、すいません、師匠ありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、遠出して来ましたよ。今日は JR 川崎駅まで来てます。川崎なんてもう本当にね、何年ぶりに来たんだろうっていう気してますけど、川崎に来たのには理由があってですね、個室サウナ、まあ正直また行きたいなというふうに思ったので、まあ第2弾というか、続けてサウナ企画潜入しようということで川崎まで来てます。ロウリュウランド川崎店さんですね。まあちょっとお店の方に協力をしていただいてですね、前回とはまたちょっと違った形での映像をお届けできると思いますので、現地まで歩いていきます。こんなになんか都会だったのかっていうぐらいな感じですね。お店通り結構すごいよ。東宝もありますね。東宝シネマもある。駅とかもすごいしっかりしてて、いや、めっちゃ都会よ。あ、梅田っぽいぞ。この建物だと、いや、駅から全然そんな距離ないな。ロウリュウランドさんは完全会員制みたいですね。予約していくことになるんですね、基本的には。ラチッタデラ3階って書いてるな。3階来た。これちょっとね、初めての人分かりづらいかも。ありましたね。あ、お願いします。こんにちは、お願いします。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。すいません、ちょっと回しちゃってるんですけど。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あー、着きましたね。結構広いっすね、これ。ホールもあって。おー。こんな感じになってますね。アロマオイル、お好きな香りを一つお選びください。おう、アロマオイルですか。これが今限定で売ってる。おう。ココリスとかアイスミント。おう。それスースーするから。で、よくある白樺とシトラスと、はい、ミントとユーカリ。ミントが好きなんで。はい。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おお、すごい。わ、すごい。雰囲気がもう深海へようこそって感じになりますね。おお、完全なもう個室って感じですね。もうね、全部もう個室。おお、こちらですね。あ、すいません。うわー、すげえ。うわー、完全個室や。完全個室。サウナ、あ、こっちが水風呂、水シャワーですね。おお、すげえ。YouTube で見たやつよ。休憩してここで。おお、すごい。照明とかももう自由にできるんですね。ここで携帯。おお、なるほどなるほど。おお、ありがとうございます。多分ここに座って整う場所ですよね。これがサウナハット。まあ、タオルとかもあるからすごいいいですね。サウナハットをかぶってこんな感じでドン。はい、こんな感じで準備できたので、ちょっとオツも焦がさないような形でいきたいですね。オズも壊れたな。やばいんで、とりあえず100
角度いかないぐらいだ。よし、ちょっとじゃあ入りましょうか。おお、ふぅ、中がもう結構これ寝れるようになるなってますね。はい、上と下と2段に分かれてますと。温度もね、96度。時間は、あ、時間これか、砂時計で。なるほど、こういう感じね、砂時計で測れるようになってますという感じですね。おお、暑いけど、ちょっとあんまりオズモ大きすぎるとやばいもんね。オズモ壊れないような感じにしたいけど、いやでも一人で来るにはもう十分すぎるぐらいでしょうこれ。あーでもなんかあれだな、とりあえず10分だな、とりあえず10分。もう横にもなれるし、すぐ椅子あるでしょ、で水シャワーっていうか。14度って言ってましたね。14度やばいっしょ。あーでもちょうどいいかも、全然ちょうどいいな。まあ個室サウナ本当に今流行ってますけどね。まあなんか感染状況もねすごくこう増えてきて、銭湯行きたくても行けない人とかもね中には出てきてると思うし、これぐらいの空間だったらもう全然100分なんてもうあっという間ですね。全然あっという間。うわー汗出てきた。まだそういう時代になってるっていうことですね。大丈夫かオズモ。うわっつ、あんまり暑すぎるとあれなんで、ちょっとじゃあ一旦オズモくんは外に出てもらいましょうか。一旦ねオズモくん外出てもらう。で10分経ったらガチッと出ます。暑いけど、ちょっとじゃあこれで出てくるの見えるかな。もうすでに汗かいてる、すごいよ。こういう感じ、どっか、あっちへ、あっちへ、あっちへ。はあ、10分、何これ、あっちへ。すぐにね水風呂行かず、おっつ、うわく、はあ、10分やばっ。こうやってね、オズも置けるんだね。やばっ、10分。おお。はあ。これでも減量、個室サウナ減量格闘家いいかもしれないですね。まあ落とし方それぞれだけど、半身浴じゃなくてサウナ入りたい人は直前いいかもしれないですね。個室だし体重計自分で持ってくればね。すごい、これこれもう、はあ、出てすぐ椅子があって、そして
やばくなったらこっちに駆け込むっていう。でね、これが気持ちいいって言ってましたね、この風。扇風機、まあ今も普通にしてても冷房みたいなの入ってますけど、これが多分。こういう感じね。シャワールームも広いっすね。よし、ちょっと水シャワー我慢してどこまで入れるのか、ちょっと休んでからもう一回入りたいと思います。よし、とりあえず普通に10分2セットやって、まあ結構もう汗出た。よし、水シャワー行きますか。水シャワー。おお。うわ、冷て。うわあ。うわ。やば。冷て。やば。やばい。ああ。やべ。これ取れてるか、大丈夫か。大丈夫かな。取れてなかったらすいませんね。うわ、やば。もう取れてなかったらすいませんね。ちょっと一旦休憩しよう。すげえ。うわ、それでこれで整うということですね。いや、取れてなかったらごめんなさいですけど、風がまだ気持ちいいの。扇風機、いや、すげえ。もう30分、早いなあ。ってな感じでちょっと休んだら次ロウリュ水かけてみますか。よし、ロウリュやってみるか。これでやってみよう。オズモックスかな。これをこれでやって、これをこれでゆっくりいきます。ゆっくりいきますと、ゆっくり、うわうわうわ、これがまたもう一回、もう一回いくよ。うわ、すげえ。来てるねー。やば。やば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 。うわー。すげえ。熱気が半端ねえ。うわ。くわー。これはやばい。なんか急にもう蒸気が、うわ、すげえ、ぐわー、
ダメだ、ちょっと上入れねえわ。下降りよう。うわ、すげえこれ。うおー、これやべえな。うわー、ちょっともう上入れない。上段にいるともう蒸気がすごくて、ちょっともう下で、すげえロウリュやべえな。今上に行くともう蒸気がすごくて、ミストっていうか霧が上に行ってるんで、うわー、汗吹き出たわ。吹き出てきた。すごいねこれ。これはやばい。はあ、これがロウリュだ。うわ、すげえ汗がもうほんとやば。ちょっとあんまり長く入れちゃうとオズも壊れちゃうんで、一旦出しますね。一旦出して、うわすげえ、立った時の蒸気、うわこれちょっと一旦出るまで、あっちあっち、あっち、やばい、蒸気、蒸気やばい。これで一通り取ったんじゃない？ロウリュやって水シャワーも浴びた。何回目これ？3回、 10×3 ぐらい行きましたね。ああ、見えるよな汗、すごいよこの汗。いただきます。はい、ということで無事に、ロウリュランドさん終わりました。あの、このお店自体がですね、すごくこう格闘家を応援してくれるようなお店みたいなんで、もし格闘家で個室サウナとか、まあ、この川崎付近というかお住まいの方とか行くといいことあるかもしれないですね。はい、もう完全予約制、予約っていうか、まあ、会員制みたいなので、行かれる方は、ご入会していただいて行ってみてください。ちょっと川崎まで来たくなったな。まあ、川崎という街もすごくなんか賑やかというか大都会な感じがあって、月に1回とか来れるんだったら十分なんじゃないかな。ということで、まだまだ暑い日が続きますが、熱中症に気をつけてお過ごしくださいませ。